カーブドリームという、ね、ジムの特有な動きをしてますよね。あ、うん、やはりそのボクシングのバックボーンがあってもそのパワーオブドリームの血っていうのは感じますか？そうですね、ボクシングやってたかもしれないですけど、基本的にパワーオブドリームの選手本当にみんなボクシングも上手いし、はい、うん、すごいボクシング、まあ、選手から左強烈一撃射抜いた、なんという速さ。いや、とんでもないスピードに入ってきた。ダメージはどうか、萩原。さあ、一気に前にプレッシャーをかける佐々木。ノックアウトが流れる。もう一撃、ダウンを取られた。2回目のダウン、これも左のストレート。なんというパンチだ、佐々木。ついに本領発揮。冷静さ、取り戻すことができるか。警告が与えられました。さあ、左のミドルに入ってくる。ダウンだ。全然3戦目なのかなって感じさせないような感じです。なるほど。プロボクシングでは23戦のキャリアがあります。そんなにあるんですね、はい、ただその中でプロボクシング出身、左ダウンだ、ダウンを取りました。最初にダウンを取ったのはチャレンジャー佐々木、左のストレート。今のもらったポジションが良くなかったですね。そこ本当に大切なところだというふうに本人もかつて言われましたね。やっぱりボクシングで長い間隔のつもりでいると、はい、やっぱり最初の1ラウンドから行く、おお、最初の1ラウンドから左ストレート、完全に入りましたね。左のちょっと大きめな、かなり大きいパンチでしたけど、やや下からの大砲、ビッグヒットありました。早くもダメージありますよ、そうですね。